はい、どうもこんにちは、山本家族です。今日はですね、いつもツイッターで仲良くしてもらってる方の車をちょっと見せていただけるということで、今回はね、撮影もさせてもらえるということで、今から撮らせてもらいたいと思います。イスズのエルフという、商用車ですね。こちらをね、改造されてまして、キャンピング仕様になってます。もう中がね、めちゃくちゃすごいことになってますんで、ちょっと DIY のクオリティとはね、思えないような状態になっております。ぜひ最後まで見ていってください。長さが5m25で、高さがね、一番高いところに 2m70 あるようなんで、かなりビッグサイズの車となっております。では中の方を見ていきたいと思います。このボディの内側なんですけど、断熱塗料のガイナっていうのをなんか使ってるらしくて、多分結露とかね、かなりしにくい状態になるのかなと思います。僕の車やってないんですけど、あとやっといた方が良かったなと思うね、一つの、これ DIY なんで、これからやろうかなと、車の DIY をやろうかなと思ってる方は、多分やっとくと暑さ寒さが少しマシなのかなと思います。これがエルフの、運転席と助手席のところになるんですけども、こんな感じでオートマチックなんですけどね、前が2人乗りになってまして、この車自体はね、4300cc ありましてですね、なかなか大排気量なんですけども、ディーゼルで燃費も交通量少ないところだと10キロぐらい、リッター10キロぐらい走るようです。ここが後ろのね、部分のスライドドア開けてすぐのところになるんですけど、ここがね、なんかすごいなっていうことで、ちょっと正直僕最初これ何か分からへん状態やったんですけども、こちらがですね、なんとですね、スピーカーがね、収納されてましてですね、スピーカーと FF ヒーターのスイッチとか、あと電源ですねのコントロールするスイッチが入ってまして、ちょっとね、開けていただきますね。こんな感じで、左側が電圧計とコンセントで、 FF ヒーターのスイッチと、でこのつまみですね、このつまみがボリュームを調整するつまみになってます。でここのこの白い枠のこれ何かなということで、さっき見せてもらったんですけど、これがね、展開できるタイプの、座席になってます。おお、すごい。すごいですね、これ。すごい発明ですね、これは。で、スピーカーなんですけども、こんな感じで、なんか薄型のスピーカーでね、こういう感じのスピーカー使われてて、先ほど音もね、聞かせてもらったんですけど、すごくいい音でね、僕もつけたいなっていうふうに思いました。これはなんですか？これおしゃれ。あ、おしゃれ。これおしゃれですね。2枚の板だったんですけど。はい。あ、それをこうやって接着して、はい、ただの線になってるんで、これで離れる。ああ、すごいですね。へえ。なんていうのかな、強度も、外れないように。はいはいはい。へえ。掘るんですよ、こうやって。この状態で、ここ掘って、はい、こういう形の接着剤でまた止めてる。あ、止めてるんですか。へえ。ちょっと僕にはね、ない技術ですけども。すごいですね。これこういうワンポイントっていうのは結構ね、大事かなというふうに思いますね。で、下についてるのが、ウーハーになりますね。すごくいい音で、男のロマンをちょっと感じました。これが冷蔵庫なんですけども、電源を使用して使ってるらしいんですが、なんかこの、なんか電気の加減とかいろいろそういうので、板氷とか中入れてね、工夫して使っておられます。結構ね、綺麗にね、インストールされてましてですね、まさか自作されたと思わへんぐらいのクオリティで、ちょっと正直入った瞬間ビビりました。これぐらいね、作れるように僕もなりたいですね。これがエアコンなんですけど、この白い部分ね、これはね、なんか外国のなんか窓とかにかかってるタイプのエアコンになるらしくて、これをね、車に使われてます。で、サブバッテリーから電源は取ってるんですけども、この排気なんですけど、排気がね、後ろから
排気できるようになってまして、これがね先ほど のエアコンの後ろ側になります。ここからエアコンの熱い空気とか、まあ、そういうのを逃がすようになってます。ボディに穴開けてね排気できるように作られたそうです。ボディに穴開けるってなかなか勇気がいるんで、まあ、そういう面でもすごいなと思います。はい、保冷効果と保温効果があるタンクなんですよ。だから氷水入れとけば一日中氷水が飲める、あったかいスープ入れとけば一日中飲めるっていう。結構高そうですねこれは。1万4,000円。ああ、おしゃれでいいですねこれは。僕も採用ちょっとキャンプの時に使えるようにちょっと家で相談してみます。この入り口から入ってきてまっすぐのところのこの窓なんですけど、これも元々はこっち側に窓がなくて、これも自作されてまして、これ下ろしてもらうとこんな感じで、はい、網戸に、ね、なってますね。開けるとこんな感じで外のいい空気が入ってくるという感じで、まあ、ダンパーで、ね、固定するような形の窓になってますね。ちょっと驚きですね、こういうことが自作でできるっていうのは。びっくりしますね。キッチン部分の作りなんですけども、まあ、このような感じでね綺麗になってまして、まあ、この右側ここはシンクになってまして、まあ、手洗いとかね軽い炊事とかできるようになってます。水の出し方なんですけども、これが面白くて、この下ですね、ここにペダルがついてましてですね、このペダルを踏むことでこの上から水が出るというめちゃめちゃ面白い作りになってます。これはなぜかというと、ここにね蛇口があると、まあ止める時とかにね ここがビチョビチョになったりすると、ビチョビチョになったりするのを防ぐためにこの下のペダルで操作できるようにしておられるようです。素晴らしい。これなんかこれ押すとなんか洗剤出るようになってまして、もう考えられてますね。これはすごいですね。洗剤とかだからね、この辺にポンと置かなくていいんで、生活感をね出さずにこういう風にまあレイアウトできてるんで、すごいなという風に思います。これって何なんですかね、このこの LED です。あ、 LED がついてます。これがメインのスイッチで、これが LED。 あ、そうなんですね。あ、これで調光できるようにしてるんですか。はい、すごい。なんかシンプルでいいですね。スイッチがね無駄についてなくて、こんな感じでね、めっちゃおしゃれにまとめられててすごいですね。このスイッチなんかちなみに200円か300円かもすごい安いらしいんで、これは僕も採用したいなっていうところですね、できたら。はい、この横の部分なんですけど、この木がねものすごく触った感じ、なんか質感とか見た目もねいい感じになってまして、どんな木を使ってるんかなっていうことでねお聞きしたところ、ゴムの木っていう木を使っておられるようで、なんか結構ねずっしりした感じの木なんで重たいんですけども、雰囲気がねめちゃくちゃ良くて、でこんな感じで中にね食器とかスプーンとかフォークとかそういったものを収納されてます。めちゃくちゃおしゃれやな、これはやばいな、いい感じですね。これはこれやったら奥さんも喜んでくれるんじゃないでしょうか。こういう DIY ねしてみたいですね。で後ろ側なんですけど、上が、まあ、収納になってまして、今ちょうどこのテーブルの上に収納がある状態なんですけども、邪魔な時とかはこの前にスライドさせたりとか、いろいろ場所を移動できるみたいなんで、まあ、邪魔にならないところに変えながら使用できるという風になっております。これが、まあ、お食事とか作業とかされる場所になるんですけども、ここも後ろのリアハッチの方に木をかけるような形で作られてましてですね、こっち側は足が1本で取り外しが可能な仕様になっています。ここの構造なんですけども、リアハッチ後ろの、まあ、ボディ部分に木材つけられて、でそこにアングルとかねステーとかで固定されてる感じですね。でこっち側でテーブルを支えてる形になってます。めちゃくちゃねおしゃれで扇風機が映えますね。この横からですね、ここに細工がされてましてですね、これ引っ張ると、なんとドリンクホルダーが出てくる。これすごくないですか？これは真似したいですけどね。これちょっとなかなか技術がいるんで、なかなかね、難しいかなっていうふうに思います。こっちから見るとこんな感じですね。ここを引っ張るとこのようにスライド型で出てくる。
でこちらも引っ張るとこんな感じでねスライド型で出てくるという、素晴らしいですねこの設計は。ソファー部分なんですけども、こういう感じで開いたらね下から足が出てきて、まあ折りたたみできるような感じになってます。でスライド式で伸びましてですね、こんな感じになりまして、でソファーのね背もたれとか外してこうパズル形式でベッドにねしていくことができます。今伸ばしていただいたこんな感じで、背もたれ、ここの背もたれの部分を、まあ、この横に使ったりとか、この真ん中の部分はちょっとね後ろの秘密の場所が出てきましたんで、こういう感じで、ね、使われて、まあ、フルフラットの多分奥までなるんですかね、これ奥までフルフラットのねベッドになるようです。ここで、まあ、余裕で大人2人ぐらいは楽々寝れるかなという感じですね。バンクベッドをちょっとオーナーさんに出していただきますんで、このこれがね可動式になるんですけど、すごくね画期的な方法になってます。お、はい、こんな感じで、今布団も引いていただいたんですけども、まあ、伸縮できるようになってまして、スライドのレールがですね左右にこう仕込まれてまして、結構耐荷重的にも200キロぐらい、耐荷重あるようなんで、このこっち側にね乗ってもこのこちら側支えとかがないんですけども、十分ね人体重支えられるぐらいの強度があるようです。はい、すごいですねこの構造は、思いつきませんでしたね。ちなみになんですけど、この構造は女性の方とかでもね簡単に出し入れできるように考えられていて、まあ、耐荷重もね結構200キロぐらいまで耐えれますし、まあ、すごいいい構造やなということで、まあ、ちょっと目から鱗ですね正直。はい、はい、でこの場所なんですけど、ここは今ちょっと木のね側みたいな外してもらったんですけど、この中にリチウムのサブバッテリーがついてまして、ここからもね電源取ってて、この他にもねディープサイクルバッテリーも3つ積んでおられるようです。この横のこの中になるんですけど、この中というかねここの部分になるんですけど、ここにFF ヒーターがねついてる状態になります。ここがね給気の場所になりまして、であったかい風はこの上からね、今ちょっと部品が外れてるみたいなんですけど、ここからあったかい風が出てくるような感じで、本体はこの奥に入ってます。この中にね灯油タンクが入ってまして、ここから燃料 FF ヒーターの本体の方に入れていきまして、あったかい風出すような感じにしておられるようですね。で排気こんな感じでバッチリな角度を向いております。これがソーラーパネルの、チャージコントローラーですね。バッテリーの容量がね 84% あるっていうような感じで、まあ、こういうようなコントローラーもこういうところにつけておられますね。僕もソーラーつけようかなと思ってるんで、こういうのはね参考にしたいなと思ってます。奥のソファの下にディープサイクルバッテリーがね3つ格納されてるようですね。なんでかなりねこの車電源の容量が大きいというかね、リチウムバッテリーが1個とでディープサイクルバッテリーが3つ積んであるんで、すごい大容量の電源が使えるような仕様になっています。こんな感じでねディープサイクルバッテリーが3つとでインバーターが 1200W のねインバーターが積んでありますね。で天井とかもねはめ板を使っておられるらしいんですけども、すごくね綺麗にね施工されててね隙間なくしっかり施工されてます。ダウンライトなんですけどね、これ多分僕が使ってるダウンライトと同じような形式になるんですけど、埋め込まれててですねついてるっていうのを教えてもらうまではどこについてるか分からへんぐらいで、綺麗にねインストールされてます。こちらもついてまして、まあ、全部で3つついてましてね奥にもついてまして、まあ、夜もね結構ムーディーな感じを醸し出してくれそうな、配置になっております。はい、ほんでこの床材なんですけど、この床材がまたねすごいなんていうんですかね、材質がいいなという感じで、まあ、すごくおしゃれに映えてる感じになるんですけども、こちらがオーク材という木材を使っておられるらしくて、結構価格自体もね高いんですけど、土足でも全然使えるようなフローリングになってまして、まあ、これはねもうなんかねあんまり僕も知識がないんで何とも言えないんですけども、すごく雰囲気としてはねかなり重要というかね、かなり大きな役割をしてくれてるんかなというふうに思います。これはで、あと耐久性の面でもね結構いいようなんで、
長いこと使いたいという方はね、こういうオーク材というのを、ね、利用してみるのもいいかもしれないですね。見た感じのおしゃれさっていうのはもちろんなんですけども、機能的な部分もすごくよく考えられていまして、非常に参考になりました。で、まあ、見学させていただいている時間っていうのが3時間ぐらいあったんですけども、お話とかねさせてもらいながらしてると、もう時間があっという間に過ぎてしまいました。またね、こんな機会があればぜひね、お話をお伺いしてみたいなというふうに思っております。今回はね、このような機会をいただいてありがたく思っております。イスズのエルフっていう車を DIY されてました。ツイッターでね、仲良くさせてもらってる方の車を見させていただきました。でも内装なんですけども、まあ、すごいね、木材の種類とかね、そんなもこだわられてまして、まあ、スイッチ類とか、まあ、各取っ手とかね、床材とか天井とか、こういうとこがね、すごく綺麗に仕上がってまして、もうまるでビルダーのキャンピングカーというか、ビルダーさんのね、キャンピングカーを超えるかのような作りとなっておりまして、まあもうほんま男のロマンが詰まったね、車内になってました。で、まあ、各所ね、いろいろ見させてもらったんですけど、すごくね、参考になる部分が多くてですね、まあ僕もできたらね、こういう風な内装作り、まあ今後のね、DIY 進めていく上で、参考にさせていただけたらなというふうに思いました。はい。というわけで、今回はご視聴ありがとうございました。また次の動画でよろしくお願いします。さよなら。